日本貿易博覧会は横浜市で1949年3月15日から6月15日まで開催された博覧会である。入場者数は360万人。英文名称はジャパンフォーリン・トレード・オフェア。説明として展示やイベントなどについて解説する。現在の野毛山公園一帯を会場としていた。敷地面積は27,500坪。 現在のソリマ園一帯を会場としていた。敷地面積は2万8000坪。期間中、東京急行電鉄道横線の新大田町駅が博覧会場前駅として復活した。大人100円、子供50円、団体90,80,70円、大会半額50円、中学団体50円、小学団体25円、 中学特別30円、小学特別25円、有料招待50円、学生70円入園料のほか、ベッドの料金が設定されている展示もあった。そのため、入園料以外にも大量に金を使うと言われた。入場者数は目標の300万人を超え、360万7000人余りであった。しかし200万人は、 団体割引など料金が半額であり、9530万円の赤字を出した。戦後で横浜市の財政状況が悪化している中で強行されたこともあり、この赤字が横浜市の財政を苦しめることとなった。なお、この赤字の補填として、下月園競輪場、横浜競馬場、戸塚競馬場で公営競技が開催されることになった。 記念切手記念切手として1949年3月15日に博覧会会場を描く五円切手が発行された。この切手には目打ちのある50枚シートと目打ちのない20枚シートのものがある。他、絵はがき、記念マッチが発売されている。神奈川県と横浜市の共同主催であった。下記の文献には非売品のものも含む ありがとうございます。